タレ目のパンダさん、女性20代ですね。バカは大学院に行くべきではないですか、まあ、まあシンプルな切り口ですね、えー。大学3年の女です。学部卒業後は大学院に進学し、研究職に就こうと思っていましたが、友人に、あなたは勉強があまり得意ではないから就職した方がいいと思うと言われました。記念受験のつもりで受けた国立大学に進学し、周りについていけないことは十分に自覚しています。 だだったたらななんんで大学院行きたいんだろうな、えー、また研究職は男社会だから男女差別やセクハラは当たり前であなたには耐えられないだろうとも言われました友達いろいろ突っ込んだ助言してくれますね友人に会うたびに、えー、大学院行くのをやめた方がいいよと言われています <laughs> そんな会うたびに言われてるやはりバカが大学院に行くのはやめておくべきでしょうか研究職が会わなければ転職すればいいという考えは甘いのでしょうか岡田先生のご意見をお聞き この人もしですね真面目にこの問題に悩んでるんだったらですね「バカは大学院に行くべきではないですか?」というせ説問を一番最初にしないと思うんですね。 っていうのはバカは大学に行くべきないですかという質問はこれは何だろうな質問じゃないんですよ相手が違うよって言ってくれるためにわざとそんな極端な言い方をしているだけで,です、ねえー、っとだから本来はこれはいや違うよそんなことないよって言うべきなかもわからないんですけど僕はバカですからここにもうずかずかと踏み込んで答えますけどもなんとなく、ね、その友達の言いたいことわかるんですよ。 だから大学院行くなじゃなくてですねあんた就職活動してないから大学院行きたいとかほざいてるだけであってちゃんと真面目に就職した方がいいよだって大学院行ってもしょうがないじゃんっていうこのしょうがないじゃんの部分を拡大解釈して「バカは大学院に行くべきではないというのですか」っていうですねすねた表現でそのタルメのパンダさん僕に聞いてるだけだと思うんですけどもいやいやそんな なくても友達が言ってるのは就活しろ!」なんですよね <laughs> でっていうのはそもそもそのまぐれで入ってるのは大学で成績もそんな上がんないからその勉強好きな好きなわけじゃないんでしょうでそういう研究とかも好きじゃないしなのに大学に行こうっていうのは就職どうするのかという問題を先延ばししてるだけだと思うんですけどねでそれを友人は指摘してくれてるんだと思います。で まあこれが分かっていればあとはどうするかなんですけども別に大学に行ってもいいと思いますよあの大学に行って無駄に年を取ってですね将来にも何もいいことはないと僕は思うんですけどもでそこから転職して就職って言ったら今より不利な条件で就職活動しなきゃいけないわけですから本当にいいことないと思うんですよね <laughs> で働きたくないっていうのが本音なんだったらですね働きたくないとかですねどこも雇ってくれないとかですね人に評価されないと思うんだったら それを中心とした、その考え方を中心に置いたお金がかからず自分の将来に有利になるような方向っていうのを考えてみるのが僕はいいと思います。なので、この動画をですね、あの、まず友人に見せましょう。お方と相談したんだよ。 こういうふうに言われたと、どうもっていうふうにですね、聞いてみてください。まあ多分友達は、いや、いや、そんなつもりにったんじゃないよって言いながら、しまった、見透かされた、みたいな感じでですね、フォローしてくれると思いますから、まあまあ、そんな、あの、まあそうですね、コメントもって今、あの、コメント欄にも流れてるんですけど、もしあの、コメント、え、コメントでですね、いや、そんなことないよと、大学院は行った方がいいよと思う人がいたらですね、まあもしくは、やっぱりやめた方がいたらと思ったら、できればですね、 具体例というかですね、自分の経験をもとにコメント書いてくれると僕も読むときめちゃくちゃ面白いですからですね。あの、よろしくお願いします。働きたくないというですね、お便りです。山形県悪の総当さん。以前どうしても働きたくないと相談したものです。今まで何とか働かずに来ましたが、もう金銭的にも親の圧力的にも限界です。 えですが、東北で私のようなものは過酷な肉体労働職人しかつけず、さらに老人どもから過激な叱責を受けます。器用な私には到底耐えることはできません。さらに私には社会生活の全てに魅力を感じないので、頑張る理由もありません。ですから、楽しみを作りたいと思って、同人作家のようなことを目指してきました。ですが、未だに一人のフォロワーも獲得できず、ネット社会からも無視されています。 ツイッターを開けばたくさんのイラストレーターが人気で瞬時に何万もの評価を受けている。それに比べて私は一つの評価もありません。10年の私の人生の評価が社会的にもネット社会的にもゼロです。原因は私が絵も下手だし営業もしないからです。どうすれば上手くなるのかも営業のやり方も全くわかりません。どうしようもありませんよね。でも自殺するのも辛すぎます。絶望しかありません。 いよいよ今何をすればいいのか全くわかりません。明日も明後日もこれから何をすればいいのかわかりません。さすがの岡田先生もこの難題は解決できないかもしれませんね。無理を言って申し訳ありません。というですね、お便りです。で、 この相談のですね、いろいろ書いてる具体例にですね、何一つ共感しないし、実は何とも思わないんですよ。うわー愚痴っぽい文章だなって思うんですけど、なので、相談している文章とですね、単なる愚痴っていうのをパパパパパッと分けちゃうんですね。 あの、相談には答えようと思う、いい人的な部分はあるんですよ、実際に。役に立ちたいなというのは、うマジであるんですけども、役に立ちたいからといって、おめの愚痴をいつまでも聞いてたくねえよ、とか、思う人間らしさも持ち合わせてるわけなので、パパパパパッと相談してる部分と、あ、これ相談じゃなくて愚痴ねっていう部分をパーっと分けるわけです。そうするとどうなるのかっていうとですね、社会評価の全てに魅力を感じませんとかですね、人生の評価が社会的にもネット社会でもゼロです。 絶望しかありません。この辺はですね、その僕に言わせればグラビアのポエムなんですよ。あのー、 よくあるじゃないですか、週刊プレイボーイとかでですね、あの女の子の水着のところの横にですね、編集者が書いた、やっと来たね、待ってたよ、とかですね、あの、輝く瞳は明日を見てるのかなそれとも僕を見てるとかですね、なんかそういうっぽいもありますよね。あんなもんだと思ってますよ。あ、それよりは、はい、何が問題なのはい、どこがっていうふうにパパパッと探すんですけども、まあ、この人はですね、僕が読んでるところではすぐに0か100かで考えるんですよ。で、自分の思い通りでないと、すぐに0だっていうふうに考えちゃうんです だから、絶望って考える。でも、現実っていうのはもちろん、じゃないかもわかんないけど、ゼロじゃないんですよね。というわけで、この人が嫌と言ってることにですね、まあ、無理やり点数をつけてみました。で、働くのが嫌で、肉体労働はもっと嫌で、だからといって自殺は絶対嫌と言ってるので、まあ、これを嫌ポイントで100点満点として、働くのが80嫌で、で、肉体労働が85嫌で、で、自殺は90嫌なんだろうと考えました。で、 この相談、な、長かったけど、書いてあるのはそれだけなんですよ。なので、できるだけ肉体的に楽な仕事を探すっていうことで、回答終了なんですよ。あの、じゃあもういっそ死んだらどうですかいや、それは90イヤだから、そんなこと答えてもしょうがないって。いや、に、あの、労働は辛いけど仕方がないよ。いや、でもこの人の中で労働といっても、やっぱり肉体労働はさらに嫌で、人に怒鳴られる労働は嫌っていう段階があるんだから、その中で、だんだん軽いやっちのところに、 持っていくのを絶望と言われたらですねいや、それは知らんよと。人生ってそうだろうと。人生ってこの、これがしたいというところからの妥協点を下げていく作業だから、下げていくことが絶望だと言われたら、それを絶望じゃない。それは希望と呼ぶんだよと。あの、ありもしない理想だけを追い求めて、俺はなんか、あの女優と付き合いたいではなくて、それが現実的に落ちてくるところ、これが希望であって、でもそんなことをしてたらなんか俺は妥協してしまうことになるって、これを絶望だったそれは違うよ。 絶望と希望が逆だよっていうううに思うんですけども <laughs> というわけで,ですね。こういうふうにですね、考えにくい問題とか行き詰まった問題をですね、あの、一度数値化して考えてみる。今のすごい単純に話しました。数値化して考えてみるという思考法。僕はこれをですね、数値を見える化する論というふうに呼んでます。えー、このデブステッカーあげますからですね、行き詰まったらですね、数値見える化論で考えてみたらどうですか